Round one, fight!
Hong Kong.
Kong! Round one, fight! Round two, fight!
Oh, God.
Round 2, fight!
はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ほぼ山本でーす。セロテープでーす。あ、どうもこんばんは、セロテープさん。もうあれですね、はい、いつの間にか時は11月ということで。そうですね、ハロウィンも終わり。そうですね、今年も残すところあと2ヶ月。そうですね、はい。あっつまでしたね。早かったですね、いろんなことがありましたね、今年も。本当ですね、はい、何ありましたっけ。1月はほらお正月があったし、あ、そうですよね、恒例の節分。あとバレンタインもありましたね。あ、そっか、バレンタインもありましたね。3月はほら卒業式とか、4月は入学式とか、いろいろありましたよね。あ、そうですね、忙しいですからね、いろいろね。いろいろあった。いやー、ほんと、セロテープさん、もう年のせいですよ。そうですね、セロテープさんと会ってもうね、3年ぐらい経つのかな、僕も。そろそろ。そんなあります？そんな感じじゃないですかね。お名前とかちゃんと知ったのは本当にここの対戦会始めてからですね。あ、そうですそうです、はい、まあまあおちらちらお見かけするぐらいで。そうですね、はい。まあなんかそんなこんなで続きてきた、はい、そうですね、ありがとうございます、ね、いろいろと対戦会、そして式の細道もなんと今日で98回。98回目、おー、なんと98回。
さあ、ナイティエイト、再来週本当に100回が来るのか、それともちょっと途中お休みしてずるずる引き伸ばすのか。そんなことあるんすか。そんなことあるかもしれない。あの、じらしプレイで、ああ、続きは特番が入っちゃったりすると、そう、そういうことですね、はい、完結しないまんまってことですね。そう、四季の細道って毎週金曜日やってるんですけど、はいはいはい、なんか大きい大会の前夜祭とかやるときは、そうですよね、なってるんで、うん、はい、まあないんで、多分素直に再来週、まあ四季の細道は100を目指してカウントして98とかなんですけど、はい、あのデートの四季の対戦会、そんなあれでもないですもんね、もっと前から。この間数えようとしてちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、もう100回超えてますね。そうですね、100回以上やってます、はい、ということで、まあまあそれはよく分かんなくなっちゃったんで、はい、四季の細道100回記念で、はい、なんかやろうかなみたいな、はい、考えてますってところで、再来週、はい、1週間ぐらい前に何か告知すると思うんで、はい、はい、で、本日、11月2日2018年11月2日ということで、はい、第98回の細道を普通にやりたいと思います。実施したいと思います。で、もうあれですね、配信台はもう準備できてるみたいで、はい、1回戦からカーシムさんとセロテープさんですね。そうですね。お、なるほど、事実上の決勝戦、なるほど、はい、カーシムさんもね、はい、フランス帰りですから、はい、もうフランスボケで多分相手にならないと思うんですけど、いやいや、本場をフランス仕込みのあれとかあるんじゃないですか。本場ってよくわかんないですけど、はい、よくわかんないですけど、はい、なんかあったりなかったりするのかなと思って言ってみただけです。じゃあ活目して、はい、そうですね。じゃあそろそろ、はい、行ってきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ第1試合、四季の細道98回第1試合、1P 側カーシムさん、 2P 側ザンゲフさん、ザンゲフさんじゃねえや、失礼いたしました、セロテフさん、黄色いザンゲフ、1P 側がカーシムさんですね、緑のザンゲフ、2P 側がセロテフさん。さあ、両者ぐるぐる回って溜めている、溜め切った方が先に引かれる、おっと、まずはリバーサルが出ていたが吸っていく、半分減りましたね。さあ、そのまま上からいく、お、下から投げて、さあ、セロテープさんのゲージが溜め切らないまま、あ、溜め切ってはいるが、お、裏からうまい連携、さあ、お、暗いスクリュー、1本目は黄色いザンゲフ、川島さん、さあ、4名、おっと、開幕歩き出しからのスクリュー、お、リバーサーで吸っていく、上からおっと、ピヨってる、123と死ななかった、バニシング埋め込み削りですね、吸われる可能性ありましたね、危険でしたね。さあ3ラウンド目、お互いぐるぐる回ってゲージが欲しいところ、さあ上から、今回はガードスクリュー、上から、おっと、入っていく、おっとバニシングが出ている、2回回したんじゃないのか、さあお互い硬直状態から、上から、あっと、今度はピエロされていく、リカバリーが出ていたが、ミドリキック、惜しくも回復ならず、カワシムザンゲフ勝利。続いてデンさんですね、だいぶ1試合目から盛り上がりましたね、バカみたいに盛り上がりましたね、こんな盛り上がる同キャラ戦なんて初めてな気がしますが、お互いプロレスということで、はい、で、2試合目、スピー側、デンさん、お、タツトシさん配信見てくれてますね、こんばんは、タツトシさんですね、はい、デンさん 2P 側のベガ、画面端持ってかれた、逃げれた、しかしデビルリバースを着地吸っていく、あんなことができるのか、デビルリバース硬直があった、さあカニで画面端まで押してきたが、どうする、これはちょっとゲージが欲しいところ、ベガ側としてはゲージが欲しいところ、しかし上から行ってしまった、
さあ、なんとか脱出。おーっと、ドロップキックを見ていた。ヘッドプレスだったか、デブリリバースだったか分からないが。さあ、カシムザンギエフ勝利で連勝。続いて、エクスパーさんですね。見えた、見えたと言っている。見えないものを見ようとしているわけではない。さあ、エクスパーさんの竜を開幕走ったがタッチ盤で止める。うまい安全重ねからの暴れ待ち。ダブラリの先っぽが当たっている。さあダブラリ、さあダブラリ、お長州で飛んでいくが暗いストマック。ファニシングを見ていた。ダイヤ払いで、しかし画面端厳しい竜。なんとか画面端から脱出したい。ダブルボディプレスってことで3連勝、続いてハクさん、ハクちゃん、ハクさんは今日は何でエントリーしてるんだ。出た、キャミー、キャミーだと美味しい、これは美味しい。圧倒的アドバンテージを取れるはずだが、問題はザンギ戦をやっているかというところ。これはザンギ側としては結構やりにくいだけではなく、おっとスカスクリュー、おっとフリガンをダブラリーめくって一気に持ってった。こういったちょっと強引なやり方で持っていくしかないような気もしますね。わちゃわちゃっと刺していく。しかし対空キャノンスパイクが刺さる。あおっとダブラリもキャノンスパイクで切っていく。もう動けない、もう動けない。あ、しかし画面端から脱出あるのか。裏回りからダブラリ、スピンドライブで光っていた。さあ最終ラウンド、バックナックル、これは長いやつだ。さあ中足、中足、これはガード一択になってしまうのか。ザンギ側としてはミドルが届かない。キャミーの中足の方が長い。しかし捉えた、上から捉えたがちょっと距離がある。おっとキャノンスパイクめくって光っている。さあこれはさすがに、さあカシムザンギエフ勝利。続いて新井さん、あ、初参加の方、お、ありがとうございます。新井さん初参加の方だそうです。ありがとうございます。この後に及んでね、初参加がまだまだ出てきてくださるというね、ありがたい大会ですね。さあ、新井さん、選んだのは剣。お、このターボカラーの剣はよく見慣れているあの方と同じ。ザンギ剣、しかし、おっと、昇竜ダブラリめくりボディからピヨってしまう。これは失敗しなかったスクリュー。さすがにあそこでバニシングはない。さあ大昇竜、バニシング、バニシング、危ない、めくりから、めくりから、おっとピヨってしまう。大丈夫か、おっとミスった。カワシムザンギミスらしいミスを今日初めてした。んー、ジャンプの先っぽに当たってしまう。さあ2回ありますのでもう1回
出れますので少々お待ちを。さあ続いて、歌舞伎くんさんですね。歌舞伎くんさん会うたびに山本殺しますって言われてるんですけど、山本すでに殺されてますと。はい、歌舞伎くんさんはバイソン。しかしこれはちょっとわからない組み合わせ。バイソンはゲージを持っても削りぐらいにしかクレイジーを使えないので、こういった前に出てくる瞬間にクレイジーを埋め込んでいくしかない。あ、そうなんすか。ダブラリ見てからいいんですか、言ってダブラリ見てからアッパー側のクレイジー KK クレイジーですねなら入るらしいと。マジっすか、ま、はあ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 、無敵から一発目の停止スイッチを殴れると。なるほど。しかしおっと先光ったのは川島さんぎ。俺は近寄るとバイソンの方がかなり不利な組み合わせになると思われる。前がわからないと、誰も答えはわからない。さあさあ離れて離れて離れてダッシュ、上からクレイジーで削り切った。さあ歌舞伎くんさん勝利。続いて船さんですね。皆さん船さんはあれですね、明後日の日曜日荒川区の方でね行われるね例のイベントに参加する予定でございますんで、ちょっとねおストレートでガイルを選んだ。どうもこんばんは、カシムです。今日はガイルエントリー。あ、どうもどうも、こんばんは。お疲れ様でした。はい、すいません、ザンギフでセロテープさんをやっつけてしまいました。そうですね、我らがセロテープをね、同キャラで倒すという。アイソン戦ね、アイソン戦ってさ、どうね、セロテープさんが FAB を失敗した。そうですね。1ラウンドはいい動きをすると言われてますから。さあ、ガイル、うねはらガイル、うねはらさんね、ちょっとあれなんですよね、さっきから本田がいないので本田戦をやってないんですけど。さあバイソン、バイソンはどうなんだ。これもう明後日か、明後日です、日曜日です。あっと、さあソニック打ち切った。と距離が近かったですね、今ね。ちょっと怖いですよね、クレイジーだったら死んでますからね。あの距離だったら直にクレイジーでね、良かったのかもしれないですね。そうですね、ゴチゴチ裏回り、あっと光った。ストレートじゃないと届かないですかね、今なんかおかしな裏剣スカッてさあゴチゴチ、さあゴチゴチ、さあもうそんなバイソンは無理しなくて相打ちでもいいよ。わわわ、行っていく。もうこれ逃げ切りでいい気がするんですけどね、バイソンは。ちょっとこの体力だときついかな、逃げ切るの。まだあれですか、相打ち取りに行かないと。まだ時間が50カウント以上あった。さあスタコンは溜まっているのか。あっとおっと、ごちごち、危ない投げてなかった、死んでた。さあウレ君、席を立ち上がって悔しがってますね。やばい、今負けフラグが自ら。あれですよ、2ラウンドコバコ止めましたよ、ね、お、すごいですね、ウラ君ちゃんと切っていく感じですね。見えているのか。さあソニックを打つしかないが、もうクレイジーが溜まってる。おっと、うまいことガードした。いいですね、前歩きガード。さあソニック、ソニック、やばい、体力差がやばい。さすがにこれは行くしかない。さあしかしいいガイルにはソニックがある。あっあっおっと、超早出し、ジャックキックかな、ジャッキックですね。さあ対空相打ち取れずに、歌舞伎くんさん勝利で、続いてさあ歌舞伎くんが2連勝。さあこれ、今実況していただいた山本さんのはいチュンリーかな。さあチュンリーですね、可愛い女の子来ましたね。はい、ラウンド1
さあ今友田くんが到着したので山本さんの次に友田くんが乱入。さあ女の子に対して暴力を振るう。やめていただきたい。一応ほらグローブしてるのでグローブ、はい、若干のハンデ。ちょっとこれは女子的にはちょっと怒り心頭。さあアッパーで落としてめくりからスパコンはいけず。あさあいけステージで逃げたな。さあこれちょっとバイソンちょっとぐらいリードしてあっと避け損ない。今弱ヘッドにしちゃったのかな。残機とかでもよくあるんですよ。結局無理しないで下がりながら球打ってるといつか相手が避けるの失敗するみたいなのありますよね。まあ残機はねダブラリなんでね。まあでもそこはね上級者になればなるほど球焼き上手くなるんで、特にバイソンとかホンダとか球の癒やし方ね上手いです。当然はこの消えるとギリギリ待ちガードしない的なのも大事ですよね。そうですね。さあタイミング立ち合ってああもう一回ためようとしてるのかな。さあしかしヘッドが出せない。なかなかさあジャンプ中キックからこれピッチャーの先列ガードしますね。さあ時間がないが、さあでかい短波をためている感じがするわ。どうなのかな。おためてました。2だったかな今。大してでかくなかったさあ歌舞伎取り返して1-1。さあバリアバリアクラゲバリア、はい、クラゲバリア、ね、はい、もあれですね、クレイジーが溜まるとね打つのはすごい難しくなるんで、はい、まあ、バイソン側としてはなるべく早めにねクレイジーを溜めて。さあ放してしまったが、さあここはお釣りない。さあゴチゴチ、さあどうするのかな。投げる勝ったのは大山本。さあ喜んでいる女子が喜んでいる。さあここで友澤くんのさあヘビー級のボクサーなのか、もしくはブラック企業のボクサーでしたね。さあマイクバイソン、友澤最近バイソン好きですね。いや友澤バイソンねかなり強いですよ。かなり面倒くさいですよね。さあいかにもこうサブキャラ前とした思い切りのいいプレーが。いやでもバイソンはもうそういうスタイルも全然ね、いやかなり強いと思います。そもそもねオアなんか話してなんぼですからね。そうですね、見てからオアってなかなかね昇竜の空振りとかありますけど、ね、もう開幕ぐらいの距離で のオアなんか見えないですから、ね、はい、あれはやり得な技ですね。さあゴチゴチ、さあ女の子がキャッチカント高い大パンチ、あの固め技強いですねあれね。さあ友澤バイソンが勝利。さあ次はセイロテープさんの2周目ですね。2周目、あさあまたしてもザンギエフ。さあギエフ対バイソン、さあどうでしょうか。セイロテープザンギ、やるときはやるザンギエフですが、さあバイソン戦どうでしょう。まあ友澤くんもねザンギエフ戦結構やるんで、あとは言ってもちょっとねちょっとバイソンが不利かなってカードですね。さあザンギエフがコパンシュ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 やりながら歩き台足を球に当てていく。で両方の8台パンにはダブラリーがあるんでなかなか出せない。さあコパンの前以外でのフォアですねが大事。あとはダブラリー適当に回ってるところにはグランドアッパーを当てていく。さあ一気に瀕死。さあダブルで当たったが、ここはちょっと飛びが高くてしゃがみこキックがすかりましたね。さあ1-1。
さあ、バッパースカシーの後の連携がうまいバイソンっていうのは本当強い。あれですね。お、1-1ですね。そうですね。あと緑色のギエフが苦しんでいる。さあ、ダイヤシ当たったが、5番からスクリューはちょっと遠い。ちょっと遠かったですね。さあ、5番アッパー。あー、しかしアッパー、今はダブラリーミスで、なんか大パンかなんか。はい、トム・ザ・バイソン勝利で、トム・ザ・バイソンが2勝目。続いて、ハクさん、あ、違う、デンさんですね。デンさんの、さあ、2キャラ目はデンさんは何でしょうか。我らがデンさん、我らがデンさんのベガ、あれ、あ、ベガですね、今日。またしてもベガ。さあ、ベガバイソン。さ あ、 ありますから ね、 ベガね、難しいカードですけど、圧倒的にバイソン有利だとは思うんですけど、そうですね、ありますよね。ないわけではない。ワンチャン何でもあるんで。ないわけではない。まあ、ただめくりに行くのがすごい難しいんで、ベガ。あ、そういうことか。そうですね。バイソンめくるのはすごい難しい。バイソン、まあ、バイソンもベガも両方めくられにくいですからね。打順割はちょっとめくりからいきたいところ。ほわっとっとスカシからなんか行こうとしたところ、クレイジー直接食らっている。いや別にガードされてもいいやって感じだね。今ダブルに裏回りからチューチュー最高、これはガードしている。さあ投げ、でもベガーね、投げですよね。投げと中足ダブルに、さあめくれないですね、なかなか。ゴチゴチ行く。さあ、ゴチゴチはいかず、中キックからは。おっと、しかし後ろからゴチゴチ、クレイジー削り、トモザバイソン勝利。さあ、やりますね、さすがトモザバイソン。さあ、3勝目。さあ、これエクスパーさんの、エクスパーさんですね。さあ、さあ、おなじみのオレンジ色の竜、エクスパーリュー対トモザバイソン。さあ、ワン飛びから、さあ上かぶせていって、あれは別に相打ちでもいいやっていう感じですよね。いやー、これ強い。あー、ずるいずるいぞ。さあ、トモザバイソンあっという間に1本取って、エクスパーリュー、バイソン性はどうなんでしょうか。さすがにエクスパーリュー強いのかな。ここはガード。さあ、何もお釣りがない。さあ、安全重ねからゴチゴチ。さあ、中キックヘッドはガード。さあ、バックジャンプ中盤めくらせない。そして削り。さあ、トモザバイソンが4勝目。バイソンって不利なキャラいるんすかね。不利なキャラ、不利なキャラはどうだろう。バルログ、バルログチュンリーぐらい。あー、チュンリーか、やっぱり。あと DJ はどうなんだろうね。関西勢は多分 DJ 有利になってるのかな。お、あとはザンギーもな、ね、ダイヤ的にはなんか有利っぽい。おー、ザンギー有利。実際やるとそうっすね、ザンギーが結構死にます。ゴブ、まあ、ちょっとダルシもあるかもしれないですけど、インに入られちゃうと厳しいですよね、ダルシムは。さあ、ハッキャミーが1ラウンド取られているが、さあ、バイソン戦どうでしょう。あまりできてないのかな、キャミーでは。あー、なるほど。さあ、ハッキャミー最近伸び盛りで、そうですね、かなり卓が広がってきてて、伸び伸びですからね。そうですね、東西戦で10人抜きとかね、してましたからね。アッキャミ素晴らしい。トモザベガ、あ、トモザバイソン、やはり実績、信頼と実績、ね、新井さんですね。はい、2巡目、新井さん2キャラ目ですね。新井さん2キャラあるんですか。2キャラ目、はい。あ、ごめんなさい、違うキャラあるんですか。あ、どうでしょうか。あ、スタートボタン押してもらって構わないですよ。お願いします。新井さんも結構昔からやってるような感じはするが、おっと、2キャラ目、ブランカ、ブランカですね。こ
これはさあ渋い色を選択、うん、ラウンド1ファイト。いい色ですね。さあブランカバイソン結構ねいける方だと思いますよ。あるっちゃあるんですけどね、うん、圧倒的すっげえ難しいですけど圧倒的有利ですけどね。ワンちゃんあのめくってねピョン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 してるとワンちゃんいけるんで。コクさんあのバイソンがねこうなっちゃうと。ここは電気を走ってるところ外から殴られる。でもやり方によってはってところですよね。やっぱりブランカは、はい、おここは思い切りのいい。さあピオリーチ通り越えてあるピオリーチから厳しいところ。さあめくりコーキックが使ってゴチゴチからさあ中盤からヘッド。ピヨってしまった。さあここは台足安いぞ最後はヘッド。あ俺はい、続いて川島さん。残念ながらと言ってるということは川島ガイル。切っていく裏からなんだなんだ今のはめくりが入っていたがあれどうなんですかね。ガイルはバイソンめくりやすい。めくれないやはりめくれない。バイソン自身がめくりにくいのか。しかしサーマーをヘッドで切っていく。あっとごちごち。さあうねさん、川島ガイルの後に残念ながらひどい結果ですけど、いやなんかバイソンはめくりづらいですね。めくられにくいですね、うん、バイソン自体がどうやら。あれ知らなかったっすね。ちょっと発見したんですけど、はい、あのバイソンがこう垂直でピョン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 ジャンプしてるところに、はい、それがダルシムでこうスライディングでめくりスライディングを当てに行こうとすると当たらないんです。上入れっぱでピョン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 ジャンプしてるともう一回ジャンプされて、なるほど、スライ判定がないんですよ。表側には当てられる。なるほど、表側で裏に回れない。裏に回れないってこと。表になっちゃうってことですね。表しか当たらないんですよ。ああなるほど、垂直ジャンプ遅いってことですよね。暗い判定がないほぼない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 ってありなんですか。そう裏側に判定がないんですか。ないは反則じゃないですか。あ、なんだ割れたか割れたか、なんか動いていた。クレイジーを食らっている。うねはらガイルがさあ歩いて掴む。なんというさあ反応いいですね。さあゴチゴチからさあダンパー。うわダンパー。さあトモザバイソンが7勝してるのかな。さあ次はカブくんの、さあかぶけるのか。これはまさかのボクサー同士。なるほど。さあかぶけ、まあワンピガーはカブキくんのバイソン、ツーピガーは友沢バイソン。ボクシングは多分ヘッドバットないはずですからね。さあ世界スーパーヘビー級バッティングダメですよ。チャンピオンはどっちなんだ。もうね、バッティングとローブローしかないですからね、この戦い。さあ、リードは歌舞伎くんだが、さあ、ここで一気に逆転。さあ、ヘッド読みのバックジャンプ何もせず、さあ、ヘッド、やり返せ。回っていく。クレイジーも、ガード。見ていた。さあ、クレイジーがあるが、掴みにはいかず。ランパ、おっと。さあ、ここは、あっと、失敗してる。あー、高い。投げられている。さあ1回前のアントビの失敗が投げたはずが投げられている。さあ紙一重、まさに紙一重。さあ友澤愛さんが1本目取っているが、さあゴチゴチやっぱりこうなるのかな。さあヘッドをやり返す。後出しヘッド。アッパースマッシュから
しかしクレイジーがあるからあまりうっかりできない。さあアッパー、おっさあゴチ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 していく。やっぱ、ね、2本目は歌舞伎くんさん、クレイジー持ってる状態でのあのタクが本当に強いですね。ただでさえ歩きのつかみが早いのに、みんなガードしたいですからね、クレイジーに対してはできるなら。しかし歩って投げられる、あーやばいのか、おクレイジーが入ってる、あるよこれ。しかし減らないぞ、なんで飛んでいるんだ。何をしていいかちょっと迷ったのかな。最後今村で良かった気もしますけどね。今村ヘッドにダメなのか。あでも、うん、ゼロドットだったんでヘッドを透かすなんか裏回りジャンプじゃなきゃダメだった。そうですね。さあ、友澤ベが勝利で、あー失礼します、友澤バイソン勝利で、ここで入ってきたのはハルキングさん。ハルキングさん今到着、早速1戦目からロジアイなしで、まだ体が冷えてそうなんですぶつかり稽古いきなり。いい、そしてホンダ、ハルキングさんのホンダ、いきなりぶつかり稽古ですからね。さあこのカードは結構熱い勝負になると思います。さあタンパガードしたが、あっと一丁の前だったかもしれないな。これはお互いネタ勝負みたいなねところですよね。さあ5番の連打がちょっと優しめだが、うわーここはおっとドスコイも上も対応している。そうですね。さあドスコイ、さあ上からはいけず、さあつかみに対してはおいちょう返す。トモザバイソン、ちょっとこのラウンドは厳しい感じ、行ってるのかな。しかしタンパが入ってでかいタンパ入りましたね。落ちる感じ。さあこれで自分からやりに行かなくてもいい状況を作り出した。ホンダは攻めるの厳しいですよね、やっぱね。こうなるとね、ちょっときついですね。どっかでなんか釣りの行動をしてなんか出させて、おっここは刺さって、あさあ、おいちょう、ここは素直、なんかリバーサー表示が出てたのかな。何か出てたのか、フォアだったのかな。さあここは話なんでちゃんとガードできますね。さあ5番おいちょう、さあこの距離は、さあおいちょうかくんなって、さあまだ友澤イソンは全然諦めていない。時間もまだある。さあしかし友澤イソンまだゲージが、もうちょっと出てこれが、さあ、もう一発かな。さあしかし、迂闊な行動はできない。さあ、どうすこい、まだ逆転なる。おー、ここは掴みに行ったが、さすがにどうすこい、ちょっとあれかな、アルキスパコンとのタクに行ったんでしょうね、多分ね。さあ、アルキングさんがドスコイで歩きつかみですね、を返して、さあ、トモダバイソンが9勝9連勝で、はい、さあ、山本さんが、さあ、チュンリーはい、さあここからアルキングさん何連勝できるのか。さあしかしいきなりチュンリー、キャラ的にはかなりきつい組み合わせ。あの気候圏、気候圏がね、ほんと弾よけだけでも疲れちゃいますからね。さあ何しようかなと考えてる間にいつの間にか体力が削られているという。さあワンチャンいけるのか。さあここはガード、さあジャンプコキック強いな。さあここは読み合いに勝利。さあ5番から追いちょうで、さあどうする、やう、やうそこは読まれている。さあハルキングさんが1歩目、さあどうすこい、相打ち、さあ張り手一発から掴み、うまいな。さあ垂直ジャンプ中キックかな。さあジ
ジャンプ黒板で落として、さあここは頭突き。さあ100巻かと思いきや頭突きでした。なおガイル使ってるんで、カーシムさんはそうっすね。あ、ごめんなさい、ちょっと順番がね、死んでるんでね、勝ち数の関係で順番が友座ガイル微妙に変わっていく。あ、友座ガイル、これは圧倒的に見ておくしかない試合ですね。あ、ガイルホンダは、ガイルホンダ注目の組み合わせ。ガイルが有利ですが、ちょっと難しいかな。対応間違えると1回で持ってかれる可能性もある。さあうまい。さあバーに対して、やっと。さあガード、さあこれやばい、やばい、後ろから投げ返したな。重なってましたね。さあ掴んで、これ掴みがね、やばいんですよ。おお、繋がってはないが、怪しいオカマ蹴りが立っている。そうですね、さあもう基本ね、あのソニックソニックであっち行けあっち行けと。でこれ飛びをね、なんとか相打ちでもいいから落としたいですね。ガイルはやっぱパンおいちょさぴょりいち、ハメを逃げれないのが辛いですね。ガイルはおいちょ3回食らってぴょらないですね。おかしいですね、ぴょりいちね。あれちょ、なんか2回でぴょるさあ友沢ガイルが禁止、あはおっかまげり、あっと立ち台パンでナイス。さあおっとアッパーにオカマが入っていく。アッパー見せたところにオカマ蹴り見てましたね。意外と足長いですからね、さあ本田ね、足長いんですよ。あれいつもしゃがんでるから分かんないですけど、あれ立ち上がったらかなりでかいですよ。さあハルキングさん本田勝利で、2連勝か。さあここはボーナスステージ、はい、さあ入っていくのはセロサンキー。さあセロテンさんがシャカ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 コパンを一生懸命振ってます。いやこの前でもスロテスさんね、決勝で大足差し返し、だいぶ本田さんやってますからね。あれちゃんとやればね、確定してるんですね。おいちょさあ垂直大パン、足があるからやっぱおいちょは。さあ体力的にはほぼ五分かな、ほぼ五分。しかしちょっと本田リード。さあ削って、もうね、血液がついてきますからね。ブン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 やられてて、たまにロスコイって言ってるの無理だっつうのあるだろう。無理だよ。そうっすね。あ、こうなっちゃいますね、やっぱり男女としては。こうならないようにしたいが、何かあるのか。百裂そうなんですよね、根本になりますからね、本当の百裂は。めり込みずつきから、さあ100巻、100巻2回垂直5番ちょっと高かったかな。しかしさあ着地がやばい。しかしここ離れていく。画面端、いや画面端全然大丈夫です。本田はそっか、守りきれるのか。はまんない。おお壊しだよ。さあ繋いでいく。さあなんとセロテープサンリフ1本取って、さあロスコイ、さあガリ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 と削られていく。体力差だいぶありますからね。岡山ケリーさあロスコイ相打ち、メリコミズスキ中膝か小膝でなんか位置がいいと一方勝ちしたりするんですよね、ザンギが。おお、なるほど、勝つ時がある。ある。しかしこの体力差だともう厳しい。さあズスキ、あ、百裂が入っている。シュッシュッシュと張り手を振る。さあハルキングさんに対して、さあハルキングさん3正面。さあ次はデンさんの、さあキャラ選べますね。さあ3キャラ目は、あ、3キャラ目っていうか、そうか、2キャラともベガが、はい、だったから、はい、ベガか、ベガしかないです。カードがベガ、これいいカードですね。これ結構面白いと思いますよ。さあもう少し刺さしていく。やっとここは確定しないか。さ
あ本当にね体力リードされて頑張されるときついですけど、まあ、逆にベガがリードすればホンダがやりにくるんで、逆にカウンターを取れるチャンスが、おっと最後さあめくりはドスコイが出る。さあおいちょうはバックジャンプで逃げられて、ダブルにコアコア中、ダブルに一発だけ後ろに下がってダブルに、あっとバックジャンプに誘って、さあナイトメアで逃げて、さあここは飛ばない。あれバックジャンプするとね、ワンチャン頭突きで相打ちで死んだりするんですよ。なるほど、はい、ちょっとベガとしてはね、ナイトメア緊急用に早く貯めて取っておきたいですよね。本田戦に関してはもう当てれるような場面がほとんどないんでね、緊急回避ですね。本田さん、さあおいちょう、うまい、さあピヨッタ、ピヨッてる、気が入って、さあおっと脚力が出なかった、さあこれ逃げて、あ投げる、投げる、さあめくりは、あ逆、おっと逆にキックが出てきた、出てきたところ、おいちょう、さあ取り返したアルキングさん、さあ3本目は落とせないぞ。さあサイコがなんか当たりますね、意外と前に行ってるってことですよ。さあドスコイ、サイク難しいですね、あの判断、おっとさあ拾ったが、持っていくか、めくりジャンプ大キックでしたね今ね。これでもジャンプに全部追い打ちを仕込まれてますよね、多分ね。投げ、さあめく、あここは確定がない、さあ振っつけて、はい、さあ刺さった、これはあー追い打ち、いい角でしたね最後、これは難しいところ。さあ、エクスパーさん、さあハルキングさんが4勝目かな、5勝目かな、4勝目ですね今。さあエクスパーさんの、エクスパーさんの竜、うん、さあ竜ホンダこのガンギきついですね。ドルゲン、さあ波動避けるだけでも大変、これはもう厳しいのか、さすがにきついじゃないですか、これはやはりホンダが、さあドスコイうまい、さあ画面外、惜しいところ、昇竜さんとしては一番惜しいところだが、さあ波動踏まない、あっと投げたのはエクスパリュー、今なんでしょうね、大いちょうやったんですかね、通常の掴みだったら多分勝てたと思うんですけど、ワンテンポ遅れちゃいますからね、コマンド投げと、さあ竜巻、竜巻見えてるのかな、シンク、あ踏んだ、バーッと踏んでしまった、1ロット、さあ逃げたが大足確定、さあエクスパーさん勝利で、ハルキングさんが4連勝です、あ 5かな、5連勝かな、いや5連勝ハルキングさん、4ですか、ハルキング4そうだよね、5連勝、じゃあ俺と決勝戦だ、はい、俺ザンギーなんだけど、そうですね、クレジット祭りが6、山本、山本、友座、山本、友座、セロテープで最初が、さあ審議の結果、ザンギ、カーシムさんザンギと、
ハルキンさん、ホンダが5勝同士ということで、はい、2位決定戦ですね。さあ、どうしましょう。あれ、セロテープさん、これどうします？一先ですか。一先、一先、まあまあまあ、あれですよね。毎回言った。失礼しました。あまりね、2位決をね経験してないんで。いや、2位決結構ありますけど、必ずに一先です。一先、なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、しかしこれはホンダ残業を組み合わせ、これはカマシムさんに頑張ってほしいところだが、圧倒的な、あの100巻連打が意外とめんどくさい。そうですね、しゃがみダブルで落ちるんですが、あれちょっとあんまり準備して待ってると大一をはめ食らったりするので。なるほど、そっちの方が嫌ですね。そうですね、調子乗んなよと。でもリバーサスクリューを出すと逆に100巻もらう。さあ、画面端、厳しいところ待たれて厳しくて、攻められても結構厳しいみたいな。どうにもならない組み合わせ。さあ、オカマン、さあ、勝ったのはハルキングさんで、じゃあ友田さんのバイソンとそのまま行く、そのまま行っちゃいます。お、じゃあ連勝数多い友田さんの計らいにより、時間を申し訳なかったです。計らいにより、ハルキングさんが勝利したので、決勝戦が友澤バイソン対ハルキングさんのホンダ、ホンダ、これは3先です。さあ、これ 3本選手です。そうですね。さあ、バイソンホンダ、さあ、先ほどはハルキングさんが勝利している、勝利してる、してる、ね、してます、してます。そうですね、ホンダ勝利で決勝ですね。そうです。さあ、バックジャンプ、ブン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 、お互いに刺さって、あっと失敗。さあ、体力差からするとホンダが攻めないといけなかったが、蹴る、切られてしまうヘッドで、もったいなかったですね。あれ、ちゃんとアントミできれば、はい、ヘッド出したら、なるほど、掴んでも一応でもいい、ガードできたってこと。掴んだ方がいいのかな。掴むとターンがありますよね、多分。そうですね、以上だと飛べないんでね、次ね、引き攻め、安全傘でもなんか地上でやるしかないです。さあ、一歩目同様、ぴょん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 後ろ飛んでいる。これがだいぶ厳しいですね。強いんですよ、隙が少ないです、あれ。さあ、ここヘッド、おっと、ここは下がった。さあ、ちゃんとアントビー、クレイジをガードしてる。しかし、ちょっと遠いか、何も確定しなかった。時間がないところ、グランド、しょうがないですね、あれは見えないっすわ。早すぎますよね、もうなんか小パンか中パンかなんか置いといて、そこにペシって当たる。あ、クレジットですね、置きに対してクレジットです。1本目は友田バイソン勝利ということで、はい、我慢してれば、ね、削られて体力リードされちゃうのが効果あるし、どっかで行かなきゃいけないんでしょうけど、はい、さあ、ドスコイ、アントビー、もう一応今前に入ってたと思うんだけど、そうだね、見てたらなんかやろうとするとね、食らっちゃうんですよね。そうですね、もう間に合わないですよね、反応が。すげーな、バックジャンプ。さあ、おいちょ、3000重ねから何もしない、欲しいと思うだも何もしない。さあ、つかんで、ここはミスっておりましたが、クレイジーバックジャンプに対してクレイジー、さあ、うわあ、あれダウンすればな、ダウンしないとバイソンには厳しいですね。あ、行って行って、おっと、隙も切られている。さあ、おいちょ、おいちょ、入れたった。さあ、掴んで膝、これはいいかな、これは完全飛び込みだったが、クレイジー食らっている。バイソン、あの膝の
離すタイミングによってね、アントミができない瞬間があるんですよね。剣とかもそうですけど。なるほど。離さずじゃないけど。割り込める。さあ、トモダバイソン何本？さあ、リーチ。さあ、リーチ。リーチ、トモダバイソン。このままストレート勝ちするのか？行ってしまうのか？リードしてもね、台無しですよね、あそこで早いし、威力でかいしですよね。下側の下が、さあ、体力はやや飛んだなのか。さあ、これでお、逆に刺さっていく。さあ、キャッカに対してヘッドが勝つ。さあ、上がろう。さあ、ここおっと、割れた。おいちょブレイジーが割れた。さあ1本取り返す。あ、アッパーだったから。アッパーを待つ。なるほど。ガードのタイミングがありますからね。さあガード、ガードすんな。さあまた正面、おっとここは噛み合って、おっと前段入る。思ってから、あーミス、離してしまった。タンパハルケンズさんに苦笑いしております。惜しいところ。さあ先にリーチを取ったトモザバイソン、どっかでねドスコイ刺さったりしないとチャンスは訪れないですね。さあ張りたい。おっ、あれは確定しません。対策している。どっかでこの武装が噛み合えばゲージあります。ワンチャン、おっとでかいのがいった。ファイナルいった。ファイナルだった。なるほど、ファイナルでした。さあトモザバイソン優勝ということで、強いですね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。一言お願いします。バイソンは、バイソンはローキャラです。 ありがとうございました。さあ強キャラです。強キャラね、癒し系ですからね。癒し、ありがとうございました。おめでとうございます。さあまさかね、短パン持ってると思わなかったですね、あそこね。でかいの僕あんだけ。そうですよね、別にガードでもいいやと。なるほど。さあというわけで第98回四季の細道優勝は友澤バイソンということで、おめでとうございました。ご視聴ありがとうございました。今回98回、来週が99回。そうですね。さあ再来週が記念すべき100回です。さあセロさん、プランはどうでしょうか。何か候補はありますか。まだ特に。いや、さっき始める前もちょろっと言ったんですけど、はい、その2日後の日曜日が深谷の対戦会1周年記念なので、一緒になんかしましょうということで、ちょっと両方に来てくれた人には何かいいことがあるよ的な感じで。なんでしょうね、何があるんでしょう。そうですね、ちょっと今審議中なんですけども、ちょっとお得なサービスをしちゃおうかなと。はい、ですね。そうですね、深谷からここってそんなに遠くない。まあまあ遠いです。まあまあ遠いです。はい、なんでまあ、両方行ける人ってそんなにいないかもしれないですけど、片方だけでも来てくれたらちょっとしたものをがあります。はい、粗品的な感じかな今の予定では。はい、で両方来てくれたらもうちょいお得な感じにしようかなと。で100回の大会自体はいつものルールでいいかなとちょっと思ってます。そうなんですか。当たり前なんですか。そう、まあいつも通りの式の細道でいいかな。え、なんか変わったことした方がいいですか。じゃあプラス団体戦くらいやっておきます。あ、そうですね、チーム戦はいいかもしれないですね。あんまやったことないですからね、式では。もしくは、はい、なんだろう、式の門番たち VS 文化から来てる人たち。なるほど、門番、それは川渋さんとか友田さんとか。俺は総家族。あ、そうでしたっけ。そうそう、あ、今ビッグワンが。ここ勢っていうと誰になるんですかね。パク君とか友田さんとか。そうですね、友田君でしょ。あとはうねさんは、あれはアーシェ勢なんで。あ、そうか、ビッグワンもそうなんですね。
あ、あと山本さんと、あ、山本さんと、あとは、ね、もちろんセロさんでしょ。あとはその微妙なんですけど、四季ガイルさん、四季バイソンさん、あの方とか、あ、いや、なんか今肘をまだ痛めてて、そうですね。あ、じゃああとグッチさんか。あ、グッチさんそうですね、近いですね。グッチさんストッパーでしょ。そうですね。もうここがデイトナ四季が復帰する前からデイトナ四季勢みたいな。あとはあれ破天荒さん近くもない、近いは近いみたいですけど、ちょっとどこ勢かよくわからない。大山ニュートン勢って噂も木曜対戦会、木曜ニュートン対戦会無視。最近ね、いろんなとこ行くようになった、最初の頃ね、よくここには、あ、そうですね、毎週毎週来てましたけど、あと俺的にはエクスパーさんも割とここの早番、早番みたいな、ここ1年ぐらいですかね、よく来てくる、かなり早番で、そうですね。昔は辰俊さんと一緒に結構早い時間から来てくれてたんですけど、辰俊さんがちょっとこの時間、ね、金曜忙しいと。あとは誰がいるかな。そう、大会出てくれてる人にこうちょネームプレイを作ってるんですけど、すごい量ありますよね今。金子くんは、あ、金子さんは遅い時間だけどかなり来てくれてますね。来てくれれば、うん、そうですね。何をどうやって分けたらいいんだかよくわかんないですけど、こうして見るとでもネームプレートもすごい量ありますよね。100人以上来てくれてるのかな、いろんな人が参加してくれてるんで、ね、なんか米崎さんもね、ちょっと前来てくれましたね、はい、かなり遠征勢の方なんかも1回だけだけど来てくれて、ホワイトボードに、みんなの名前を書いたあのプレートを貼り付けて、いつも対戦会をこう貼って誰対誰っていうのをやってるんですけど、ネームプレートが、かなりの数になってまして、ホワイトボードの下半分ぐらいネームプレートを全部貼り付けたって埋まってます。 12×8 以上ある、多分100超えてますね。ハルキングさん2枚ありますしね、ネームプレート探せてないじゃん、あれないよ書いたら、あーやった、はい、なかんだで、なんか無事98回目も小本さんのバイソンの優勝で終わりました。まあね、門番なんでね、はい、強いですよ、小本バイソン、ね、バイソンはダメマンしかやってないですからねたまになんかチュンリーとかやってるから、やってますね、チュンリー、バイソン、あとリュウとかベガ、リュウ、ガイルなんかも使ったりしますね。あれ、セロテープさんはな、サビキャラ、はい、サビキャラ、サビキャラ、あんまり打ってないで、ホンダ、嘘、ほんとほんと、相手が弾さえなければ弾避けてなんぼじゃないの、いやー、弾はきついっすね弾なしキャラに対して、なんか圧倒的有利だね。そうっすね。あとは、ガイル、バルログ、ガイル、バイソンあたりをなんかサビキャラにしようと練習してるんですが、あ、いた、いたいた、まあ、引っ越したんだっけ、でもうこの辺じゃないんだっけ、いや、沿線です、沿線この辺じゃないの、はい、じゃあでももう、ね、ルシというはね、対戦会が始まる前からここにいた人ですからね。じゃあまあ、指揮勢の一人に加えるとして、そうですね、で何人、6人、7人ぐらいはいるんじゃないかな、なるほど、あ、そうだよ、いや、違う違う、今はもう引っ越しちゃって近くないよっていうんだと、うん、悪いなって、いや、結局ね、心がね、どこがホームゲーセンかっていう、あ、なるほどね、大事ですよね、そうそう、自分のホームがある、免許証に書いたりする本籍とかと一緒で、俺の本籍はここだよっていう、この間自分の本籍ちょっと忘れかけて、本籍どこだっけ、免許にはもう書いてないんで、あ、そうですね、今分かんなくなってますね。いや、この間、はい、フランスに行ったんですけど、あ、そうそう、そのパスポート取るときに、はい、本籍が書いてある戸籍証本、証本かっていうのがなんか必要だって言われて、俺が持ってたのはなんか住民票、住民票じゃダメなの、はい、で、なんかダメで、はい、急遽は新宿の本籍、新宿なんで、新宿まで新宿あ取りに行って、そう、はい、うまいなー、マジでキラキラアフロっていう番組で見てたんですけど、はい、あれって申請したもん勝ちでどうでもいいんですよね、本籍って、あ、そうなの、はい、
えー、別に住んでなくていいの。だから皇居が本籍の人とか結構日本人多い、結構の数いるみたいですよ。いや本当に住んだことがあるとかないと関係ないんですよ。とりあえずここって決めればそこでいい。何が意味があるの分かんないですよね。だから覚えやすくするために覚えやすい住所を選ぶ人も結構多い。2平ぐらい。懐かしい。じゃあなんか誰かが話しましたけれども、まあ、1回は何かね、はい、まあ、プランがあれば。そうですね、はい、あ、じゃあいいですよ、あの川島さんプレゼンツ企画1本ぐらい入れてもらって。いやいやいや、いや全然全然、ビッグワンなんだ。はい、ゼロさんが指揮で主体で主体で、まあ、そうですね、まあ、あとはね、はい、あの動画見ていただいてる方たちも何かコメント書いていただければ。そうですね、うん、一応あんまり毎週金曜しかつぶやかないんですけど、ツイッターアカウントなんかもあるんで、何かデイトナの、はい、なんかデイトナというか金曜対戦会のアカウントあるんで、何か思うところあったらまあコメントいただいても、はい、拾ってみます。ではそちらにご参加いただければ、はい、よろしくお願いいたします。ではこの辺で。そうですね、今の試合はね、歌舞伎くん桃沢龍対歌舞伎くんバイベガ、逆になってる。おっとヒット確認の試合をお楽しみください。はい、お疲れ様でした。吉村川島でした。このテープでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
Thank you.
Fire! Two!
Round one, fight!
Mexico!
Down team win! Round three!
Bison win! Round 3, fight!